はい。岐阜清流カップってことでね、やっていきたいと思います。秘密基地商品総帥8でございます。今回はね、まあ、笠松の3歳 SP1 競争ダート1400メートル戦っていうことは、まあ、SP1 ですから、笠松の中では、まあ、比較的ビッグレースというかね、そういったところになってくるわけなんですけども、まあ、笠松のね、3歳短距離路線ということになるわけですね。まあ、ダービーが終わって各地で短距離路線がまあ盛り上がっていくところという中で、 まあ今回はね、こんな感じで狙ってみたいと思います。軸は7番のミトノオーディア。まあ、ダービーはね、人気で4着敗退というかね、あれでしたけど、距離延長に対応できなかったって感じですよね。まあ、この距離では安定感のある実績はネクストスター西に、えっ、ー、と中日本かな ?2 着かなまあだっけまあネクストスターとかのね、の方もね、頑張っている馬ですし、ここも期待が持てると思います。まあ、そして4番のわらしべ長者。 まあ、笠松、このコースでのネクストスターの勝ち馬ですね。まあ、今年は重賞で勝ち切れてない。まあ、この距離でも東海、東海地区で2番手、3番手って感じではありますが、このメンバーならね、期待はしておきたいと思います。そして8番のコールミーメイビー。 前走クイーンカップの勝ち馬ですね。まあ、JRA 挑戦こそ見よっていない一生クラスに歯が立たなかったみたいなところはありますが、まあ、それでもね、ここでの経験値っていうのは十分期待が持てる一頭だと思います。まあ、そして9番のリケアサブル。まあ、前走ね、兵庫チャンピオンシップ、えー、と交流重賞でね、惨敗というか、まあ、掲示板を外す負けではあります。まあ、ネクストスター西日本は勝ってますし、 1400メートルという距離自体はね、この地方のメンバーであれば十分通用しているというか、まあ上位の存在だということで狙っておきたいと思います。まあ、そして12番の水戸のユニバース。兵庫行っちゃったんですね。確かね、もともとこ こっちがね、名古屋の生え抜きでね、同じね、冠名の水戸のウォーディアの方は、えー、と園田から、えっ、ー、と、紋別、北海道から入移籍したしてきたんだっけな、まあ、それでもね、年末来年リーダー記念、このコースで勝ってますしね、コース校舎、実績馬っていうことで、これも狙っておきたい存在かなというふうには思っております。はい、というわけで、またいつも通りね、またやってきますんで、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、はっちーでした。